トカリリュウ氏は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。愛知県出身。海軍生活の思い出続編233から241ページに基づく。趣味は乗馬で乗馬を始めたのは海軍大学校入校の際に海軍乗馬会に誘われたことがきっかけであった。海軍乗馬会には海軍大学校講師十九期新入生のほぼ二十名。 全員が入会し、毎週日曜日の朝に、陸軍大学校で馬術指導官に習うこととなった。しかし、その後は、開学業が忙しくなり、乗馬界には出なくなったが、海兵35期の松崎洋理海軍中将、36期の近藤英次郎海軍中将、トカリの3人だけは、熱心に参加していたようで、同期生から、彼らは馬教だと陰口を言われていた。 後年、海軍大学校教官となった際には学生たちと共に乗馬を楽しんでいた。ある日曜日、少し遅れて陸軍大学校に乗馬に行った際、旧車の片隅にいたクセ馬以外で払っていたので、さすがにもう乗りこなせるだろうと、意気揚よと乗馬したところ、見事に振り落とされて足を負傷し、数日間自宅休養を命じられた。数日後、 当時海軍大学校生徒だった海兵45機の富岡貞俊海軍少将、46機の高田俊種海軍少将が見舞いに来た。後日二人になぜ見舞いに来たのか。と聞くと、トカリの出した作業問題の等安定出期限が迫っていたので、見舞いにこと寄せて教官の出血を確かめていただけであった。百三十五年のイタリアによるエチオピア侵攻の際には、 フランスからの基調を内命されていたにもかかわらず急遽、軍令部から地中海方面に展開しているイギリス海軍の偵察を命じられている。早速予定を決めてトーマスクック社に旅行実施の催目を命じ、フランス軍令部長に理人の挨拶で訪れたところ、記念は近く地中海方面を旅行されるようだが、それは本国の命令によるものですかと聞かれ。 国際庁訪問の早見みさに驚いたと記している。ありがとうございます。